position. Lock on established. Welcome back. It's been a long time since your last login. I was getting worried about you. 最後のログインから随分経ちました。心配していましたよ。エージェントの皆さん、こんばんは。こんばんは。そして、お久しぶりです。お久しぶりです。ナイアンティックの石塚直樹です。みんなからはナオって呼ばれています。よろしくお願いします。いやー、随分と時間が経っちゃいましたね。さっきエイラは皆さんのことを心配してましたよって言ってましたけど、僕は正直言ってあんまり心配しなかったです。なんでかっていうと、皆さんがいかにパワフルかってことはよく知ってますから。それでもすごく皆さんにはとっても会いたかったです。 Hi agent, I'm now from Niantic. We are so glad to meet you again. Hi agent, it's been a while since we last saw you. We were getting a little bit worried about you. Welcome back, I'm Mayuko from Niantic. 皆さんこんばんは、Niantic の中島麻衣子です。一番後ろの方、聞こえてますか？聞こえたら手を振ってください。おお。じゃあ次にサムズアップ。サムズアップ。ありがとうございます。優しいですね、やってくれましたね。エージェントの方は本当に優しいです。大事な感じな。本当に愛に包まれてますね、はい、さて皆さんは今日たくさん歩かれたんじゃないですか？絶対たくさんたくさん歩かれてます。昨日はステルスオップスがゴールドになりまして、はい、今日もアーバンオプスになりまして、ではですね、昨日ステルスオプスに参加された方いらっしゃったらぜひ挙手をお願いします。嬉しい。お疲れ様でございました。ではアーバンオプスに参加された方挙手をお願いします。エージェントの方々は僕たちの想像をずっと超えてくれたので、超人、超人だと思います。そしてしかもその後にアフターパーティーに来てくださってなんて、本当に感謝感激ですね。感謝感激です。愛しの気持ちないです。ありがとうございます。さて、ナオさん、その T シャツなんですか？まあ、この T シャツいいでしょう。いいですよ。これアメリカの友達にもらったんですよ。あ、そうですか。はい。後ろ QR コードついてたらませんでした？あ、そうなんですよ。なんか QR コードがついてて、友達が言うには、これスキャンすると、すごくいいことができるよって言ってます。いいことあるんですか？らしいですよ。わかりました。はい。あ、流されちゃった。はい、ありがとうございます。これですね、実はこの、日本でのアノマリーなんですけれども、実に1358日ぶり日本での開催となりました。1358日ぶりですか？4年弱だと思いますね、3年以上。そうなんですね。前回の渋谷で皆さんとお会いしてからもうそんなに経ってるんですね。そんなに経っちゃったんですですけども、本当に苦しかったこの3年間、イングレスを支えてくださったエージェントの皆様に本当に今日は感謝をする会にしたいと思っております。ただ、こういったご時世の中、いつも通りのあの周りにできなかったことをちょっと残念に思っております。そうですね、それはちょっと残念ですね。また次回に考えたいです。でも感謝といえば、イングレスもとうとう10歳になりました。10歳になりました。ありがとうございます。10年ですよ、10年。皆さん10年前って何されてました？ちなみに麻衣子さんは10年前は何されてました？10歳は高かったことでした。そりゃそうですよね。ちなみにですね、10年前というと最新の iPhone が iPhone5 だったそうです。めっちゃ前に感じますけど、どうなんですかね。そうですね。そしてネットワークがまだ 3G だったそうです、ね、今やソフトバンクさんの 5G が常識だと思うのに。そうです、ソフトバンクさんのここ10年です。今思うとですね、 iPhone5 って画面も小さかったんですよね。今思うとそうなんでしょうね。比べると当時はやっぱりワクワクしてましたよね。そんないろんな変化があったこの10年間、
その中でもこのイングレスが続けてこられたのはやはりここに来てくださっているようなエージェントの皆さんのおかげです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。そこでですね、10年前イングレスローンチ当初から、関わっている人間が今日ここにも来ています。では、私も株式会社ナイアンティクの代表取締役社長をしております村井節氏から一言ご挨拶申し上げたいと思います。節子さん、お願いします。
いつもですね、ビデオチャットで毎日のように今日本と彼 US にいるんですけれども、一緒に話してエージェントの皆さんにどうやって感謝を伝えるべきか一緒に話してきたんですよ。なので今日ここに来れないの本当に残念に感じているんですね。でもビデオの中でも言ってましたけれども、アノマリはまた来ます。またね、マサもやってくると思いますので、マサが次来た時温かく迎えてもらえると嬉しく思います。よろしくお願いします。で、私そしてマサ、エージェントの皆さんに感謝を伝えたい人、実はもう一人いるんですよ。その人がこちらです。ジョン・ハンケです。我らが CEO、ナイアンティックの創始者ジョン・ハンケ、素晴らしき日、エージェントによるイングレス10周年、ジョン・ハンケ拍手。これはすごいですよね。彼は俳句多分過去一度も読んだことないと思うんですけど、一生懸命考えて皆さんに感謝を伝える、これが一番いいんじゃないかとやってくれました。本当に素晴らしいと思います。ぜひ皆さんも噛みしめていただきたいと思います。まあ若干ね、血余りなところがたくさんあるので、つっとりどころたくさんあるんですけれども、私は感動しています。私はいじれません。なので皆さんぜひいじってください。まあ本当に物販で何か作ってもいいかもしれません。ぜひぜひジョンにですね、皆さんからもメッセージを伝えてもらえると嬉しく思っております。そして今日、皆さんに感謝を伝えるのと同時にですね、イングレスには実はもう一つ大きな大きなサポーターというのがいます。それがパートナーです。企業パートナーになります。今年なんとイングレスに新しい日本の企業の、パートナーが入ってくれました。今日その方たちが来ていますので、ぜひ皆さんにご紹介をしたいというふうに思っております。ソニー株式会社の、近藤さんと秋山さんです。一言お伺いしたいと思います。それでは、近藤さん、秋山さん、よろしくお願いします。今日も来てくださっています。それでは伊藤さん、どうぞ。
ごい熱気ですね。ですね、皆様とこうやってお会いできたのって2019年の3月の渋谷のあの割以来です。実に3年8ヶ月ぶりです。本当に今日ですね、皆様とお会いできて嬉しい限りです。ありがとうございます。そしていつもですね、本当にコロナのしんどい時もずっと伊藤園の商品を愛してくださって本当にありがとうございます。まずこのお礼をですね、言いたくてこのステージに登壇させていただきました。そしてもう一つあります。プレゼン資料よろしいでしょうか。はい、今日ですね、久しぶりにサンプリングをさせていただきました。いつもの緑茶、そして黄金ウーロン茶に加えまして、10月に発売しましたチゲ風スープ、そしてさつまいもオレ、これですね、ご報告させていただいたんですけれども、この商品2品は自販機向けチャレンジ商品という位置づけで、伊藤園の自販機に携わるメンバーで必死に考えて生み出された商品です。いわばこだわりの2品でございます。ぜひですね、皆様にお試しいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。そしてですね、ちょっと注目してもらってよろしいですか。皆様何か気づかないでしょうか。さつまいもオレの色、チゲ風スープの色、さつまいもオレは紫、チゲ風スープは赤、イングレスプライムのロゴは紫、そして謎の赤&ということで、ようやく全品揃いました。ありがとうございます。じゃあ1300本。 1300。 まだいますね、すごいですね。じゃあ1500本。 1500 or more。 全然減らなかったです。もっと。じゃあ2000本以上。 2000。まだいますね。2300本。 2300。 減らないですね。じゃあ2600本。 2600。 おー、まだまだですね。じゃあもう思い切って3000本。 3000。 すごい。じゃあもう3300本。 3300。 全く変化がなし。3800本。 3800。 今3人ですね。ちょっと聞いてみましょうか。4人ですか。あ、ごめんなさい、4人ですね。あ、一番奥にもいますか。いらっしゃいますね。5人ですね。ちょっと聞いてみますね。こちらの方何本ですか。 How many have you deployed? 3809。 そちらの、女性の方はHow many have you deployed? The lady with the blue mask? 4,242 ですか? 4,242. その、お隣の方。 Someone next to that person. 4247。はい。他にも、あ、スラックのグレーの方の方。ですね。対策しないと結構きつかったかなというところでございます。でも、電波チームの方ですね、しっかりと対策してくれまして、ここでも使える状況になっております。本当にいつもですね、ソフトバンクご愛顧いただきましてありがとうございます。こういう形で、皆さんに、恩返しをしたり、サポートさせていただきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ではスライディングをお願いします。
ソフトバンクですね、2015年から先ほどご紹介いただきましたけども、ペルセポリスですね、仙台で、デビューさせていただきました。サポートを開始させていただいたわけですが、この時にソフトバンクウルトラリンクというアイテムも、登場しました。今日もですね、エージェント皆さんに、スタッフの皆さんからお配りいただいたかと思いますが、非常に強いアイテムとなっています。この後またですね、ゲームはまだまだ続きますので、ぜひご活用いただければと思います。9月の19日から28日の実行日周辺の結果をこちらにお持ちしたという形になります。で、上に流れているのが時間軸ですね。こちら時間軸の変化もあと陣営の皆さんのアドバイスをまとめて、ナイアンティックに POC の皆さんは情報を集めてくださっております。このような皆さんの尽力があって、街中でイベントが開催できるわけですね。お仕事やご家庭もある中、皆さんには一緒に準備をしていただきました。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、そんな TOC の皆さんから一言いただきたいと思います。エンライテンドのロゼさん、ビロー6783、レジスタンスのクジラ693、トスジオさん、どうぞこちらへ。横浜で甘の森があるって聞いたときに、エピファニー堂の運命を決める決戦にご参加いただいて本当にありがとうございました。今日ですね、ナイアンティックにどうして帰ってきたのブライアンと聞かれたんですけども、答えがすごい簡単です。皆さんがいらっしゃるからです。Across languages, across countries, across continents to create planet spanning links and fields. この10年、皆さんが言葉や国、大陸の壁を越えて世界をつなぐリンクやコントロールフィールドを作ってくるのを見てきました。I've watched you organize food drives, crowd funds, the Red Cross, Red Faction, blood drive. Not only are you creating mine units, you're also saving lives.皆さんが食料や衣服の寄付をしたり、クラウドファンディングをしたり、レッドファクションでは赤十字と協力して献血に貢献をしたり、皆さんはマインドユニットだけではなくって、誰かの命も救っていたんです。And I've watched you travel and explore to Antarctica and back to scout and hack portals and map the planet. 皆さんが旅をして、探索をして、時にはハックをするために南極まで行くのも見てきました。And in 10 years,I've watched as countless friendships and relationships were made, even Ingress babies. Here's to year 10 and Ingress forever. そしてこの10年、皆さんが数えきれないぐらいの友情や大切な誰かを見つけたり、イングレスの声で生まれた新しい命もありました。そのお子さんも今ではもうすっかり大きくなられています。そしてこれはまだ序章です。
これまでの10年に感謝をして、これから永遠のイングレスに祝福をしたいと思います。 So I'd like to talk about our upcoming product roadmap for the Ingress Scan. では、イングレスのこれからについていくつかお知らせいたします。 First, we plan to sunset the quantum capsule. まず、クアンタムカプセルのサンセットをすることを決定しました。I don't feel the quantum capsule creates a healthy gain balance, and there are issues with running the daily data flow of generating interest in the background. これは健全なゲームバランスを保つために必要だと思い、この判断に至りました。Unlike the quantum capsule, rare kinetics require you to go out to get exercise to explore. They'll continue to be hackable through the portal network, and we'll also make them available in the in-game store. 皆さんを外へ誘うエアキネック。ケネティックカプセルは引き続きポータルネットワークでの取得が可能で、またインゲームのストアでも購入できるようになります。Coming soon, we'll add agent briefings, starting with IQ Tech's Hex Quest. Learning from the NIA field test hexathlon experiment several years ago, IQ Tech will add additional functionality to the Ingress Scanner that'll help train new recruits on how to be an effective Ingress agent.まもなくエージェントの皆さんへスキャナーを通じてブリーフィングをお送りいたします。まず最初は IQ テックによる Hex Quest です。数年前に NIA で行ったヘクサスの調査のことに関する機能のプロトタイプを行ってきました。 We're excited to share our new camera-based AR feature that's built on top of all of the agents' portal scans at hundreds of thousands of VPS visual positioning system enabled portals。そしてエージェントの皆さんがスキャンしてくださった世界中の何万もの AR のマップ上に初めてカメラを利用した AR の機能をイングレスに搭載する予定です。Starting this spring, we'll continue to build and iterate on XM anomalies. Right now, we're working as a team to automate these events and scale them so that we can have more events more often. そして来週よりこのようなアノマリを And all of us here together, thank you.On behalf of my entire team, thank you, Yokohama. イングレスがあるのは皆さんのおかげで、そしてイングレスとは皆さんのことを指すことだと思います。今日来れなかったカリフォルニアのチームと、またここにいる社員に一同に代わりまして、お礼を申し上げます。横浜の皆さん、ありがとうございました。One of my teammates is here today, so I'd like to introduce Thea, our operations and community lead. 今日はですね、オペレーションとコミュニティマネージャーを担当している Thea も来ています。Yokohama, Japan, and an anomaly. 今回日本に来るのは生まれて初めてで、この素晴らしい横浜でイングレスのアノマリと皆さんにお会いできたことをとても嬉しく思います。 The community is what makes Ingress so special, and as Brian said, we've accomplished many great things both inside and outside of the scanner. イングレスが特別なのはコミュニティの皆さんがいらっしゃるからで、ブライアンが言ったようにコミュニティの皆さんはたくさんのことを成し遂げられてきました。それはイングレスの中でもスキャナーの外でも皆さんの活躍にはいつもびっくりしています。 The team is hard at work to make sure we can do the same and more amazing things in the next 10 years. 私たちイングレスのチームはこれからの10年も皆さんがもっと楽しみながらさらにいろんな、ではこちらの横浜がどのようなスコア構成になっていたかを簡単におさらいです。 Connected cells look at the final regional score in cells to foster global gameplay. Connected cells は他国の皆さん参加できるようリジナルスコアを利用します。 XM shards enable agents to move fragments of XM constructs to their target portals. XM shard は XM の破片をターゲットポータルへ移動するものです。And battle beacons are about portal ownership measured across three checkpoints. バトルビーコンはポータルの占有をチェックポイントと呼ばれる時間に3回計測するものです。For Epiphany Dawn Yokohama connected cells with a score of 58 to 42, the connected cells go to. Epiphany Dawn Yokohama のコネクテッドセルは58対42で勝利をしたのは。Shard score with a score of 84 to 28. The shards go to. Shard のスコアです。84対28。勝利をしたのは。The Enlightened. And battle begins with a
a score of 108-62. The Battle Beacon Brawl in Yokohama goes to... 続いてバトルビーコンです。108-62で勝利をしたのは The Enlightened!よって総合得点250-132でエピファニー・ドーン横浜をキャプチャーしたのは The Enlightened! シリーズでエンライテントが勝利をするとパンドラの箱が開かれシェーパーの信号シーパーの正体を知ることになります。I'll reach out to my POCs and share case intel with them directly. この後、私はエンライテントの POC に K のインテルを共有します。With the resistance victory of the Total Epiphany Dawn Anomaly Series, we keep Pandora's box closed shut. We don't need to know who or what the Shakers are. 今夜で終わりを告げます。エピファニー・ドーンのシリーズを通じてのトータルのスコアを発表いたします。Looking across phases 1, 2, and 3, with a score of 617-351, the Epiphany Dawn Anomaly Series was captured by シリーズ 1, 2, 3を通じてエピファニー・ドーンシリーズをキャプチャーしたのは The Enlightened!Both the scanner and the Intel X-Map. ロサンゼルスの後、スキャナーへ異常な侵入がありました。我々はそれをアンノーンと名付けました。It now sounds like there may be a growing concentration of these unknown or Machina portals just outside those doors. もしくは、そしてまたの名を、マキナのポータルがさらに勢力を持って、このオーサンバチホールのすぐそばまで来ているようです。We continue to study Machina. Machina also appears to be studying us. Machina の研究は続きますが、Machina もまた我々を研究しているようです。Share your findings with us with the Epiphany Dawn hashtag. エージェントの皆さん、何か新しい情報がありましたら、エピファニー・ドーンのハッシュタグを利用して報告をお願いいたします。I urge you to proceed with caution, stay safe, and remember to hack the planet.エージェントの皆さん、どうかご無事で、そしてこの星をハックしてください。At this point, I'd like to please welcome our entire Niantic team, our Ingress team that are here with us today.